安月給発達障害プログラマーです。以前、今後の日本で生きていくためには生活保護を取った方がいいと思って語ってましたが、そもそもこの国は生活保護どころか財政政治的観点から日本政府崩壊が秒読みの中でと考えています。その上で障害能力財政的に脱出不可能な状況かつ崩壊する日本の中で生きるために必要な能力ってありますか？生活保護を取る能力だと思います。日本が崩壊することはまずないです。まず崩壊とは何かという話になるんですけど、経済的に悪くなって、生活が厳しくなって、病院とかの予約をしても病院にかかれないという状況にはなるかもしれません。でもそれは崩壊ではありません。では、昔映画を誇ったスペインという国が今ボロボロだよねとか、アメリカもその世界の長だったけど、今中国に押され気味だよねとか、白人は寿命が短くなってるよねとか、そのいろんなのがあるんですけど、先進国でガチで崩壊した国はないんですよ。なので、その生活保護の、取ってたとしても、生活保護でもらえる金額は下がる時代は来ると思いますけど、でも結局日本人で割と真面目に働くので、で、奴隷のように政府とかにも会社とかにも文句を言わないで、ブラックな会社で働き続けて税金を払い続けるっていうのをやってるので、なのでそこはそこにおんぶに抱っこで、チューチュー、美味しい汁を生活保護ですればいいんじゃないかなと思います。これで音がオフになったらマイクがやっぱり止まってるだから。あ、でも流れてないってことはやっぱりこのマイクで音取ってるのか。というわけで、一応マイクで撮ってるんですけど、多分マイクの設定の、失敗したと思うんで、ちょっとドライバーやり直したりします。すいません。なので、生活保護は早めに取った方がいいと思いますよ。今後生活保護を、の金額って、政府だったら地方自治体が決められるんですけど、生活保護を、生活に必要な金額を渡すっていうのになるんですけど、で、この次に日本がやるのは、生活保護を取りづらくするっていうのをやろうとすると思うんですよね。なので、生活保護が取りづらくなる前に早めに取っておいた方がいいんじゃないかなと思います。